ビタミン E、ビタミン E、ビタミン E は、使用性ビタミンの一種である。トコフェロール、トコフェロールとも呼ばれ、特にアルファートコフェロールは、自然界に広く普遍的に存在し、植物、藻類、卵巣などの光合成生物により合成される。医薬品、食品、飼料などに、疾病の治療、栄養の補給、食品添加物の酸化防止剤として広く、利用されている。 ビタミン E の構造中の感情部分は、肝陽名で、クロマンと呼ばれる構造である。このクロマンにつく、ベチル元の位置や有無によって、異なる型のトコフェロールに分類される。人ではアルファトコフェロールが、最も強い活性を持ち、主に抗酸化物質として働くと考えられている。抗酸化物質としての役割は、代謝によって生じるフリーラジカルから細胞を守る、ことである。 1922年にアメリカ合衆国のヘルベルト・エム・エヴァンズとキャサリン・エス・ビショップによって発見された。トコフェロールはトコールのメチル化誘導体である。構造中の環状部分は環陽名でクロマンと呼ばれる構造であり、このクロマンにつくメチル元の位置や有無によってアルファ、ベータ、ガンマ、デルタの4種がある。またトコフェロールの炭化水素の部分に 多数の二重結合部分を持つトコトリエノールもビタミン E としての活性を持つ。トコトリエノールは米油などに豊富に含まれトコフェロールと比較してインビトロでは同等程度の抗酸化力を示すが細胞中では40から60倍の抗酸化力を示す。トコトリエノールの経口摂取は生体中における脳、卒中関連脳血管障害を予防すると考えられている。 以下にトコフェロールとトコトリエノールの構造を示す。メチル元の地下に位置とトコフェロールの活性比は以下の通りである。ビタミン E はフリーラジカルを消失させることにより、自らがビタミン E ラジカルとなり、フリーラジカルによる脂質の連鎖的酸化を阻止する。発生したビタミン E ラジカルは、ビタミン C などの抗酸化物質によりビタミン E に再生される。 フリーラジカルは DNA やタンパク質を攻撃することでガンの原因ともなりうるし、また脂質過酸化反応により脂質を連鎖的に酸化させるとされている。かつてはアルファートコフェロール同量で所要量が表示されていたが、厚生労働省が策定した2010年版の食事摂取基準においてはアルファートコフェロールのみの目安量、アダキティンテイク、AI 及び 太陽上限量、トローラブルアッパーインテークレベル、ウルを定めている。血液及び組織中に存在する、ビタミン E 同族体の大部分が、アルファートコフェロールであるため、アルファートコフェロールのみを指標に、ビタミン E の食事摂取基準を策定している。ビタミン E1mg イコール1位に換算される。未熟児において、溶血性貧血、深部感覚異常及び、 小脳失調の原因となることが知られている。生体膜で活性酸素が存在すると、脂質加酸化反応により加酸化脂質が連鎖的に生成され、膜が損傷し、赤血球では溶血が起こるなど生体膜の機能障害が発生する。また、不妊症や筋縮症、脳軟化症の原因となると言われているが、 植物油に豊富に含まれているため通常の食生活で欠することはないと言われている。ビタミン E 欠乏症は原因に関わらず臨床症状は比較的一定である。神経症状ではフリードライヒ失調症とほとんど区別がつかないが一部の例で網膜色素変性症を伴う点が異なっている。基本的な神経症状は歌詞に高度で顕著な深部、感覚障害、 五作性運動失調、高温障害と視視圏反射消失である。深部感覚障害は重度で、振動角は消失し、死関節位置角障害も高度である。一部の患者では、網膜色素変性症や、側、腕症、黄束、バビンスキー長候、心腺を認める。知能障害、眼神、繊維束性連縮、自律神経症状は認めない。 頭部の MRI では、小脳や脳幹の萎縮や異常信号域は認められない。脊髄 MRI では脊髄に異常が認められることがある。電気生理学的所見では、小中神経の SEP では N13 と皮質電位の消失を認めるが末小神経の電位は認められる。治療法は、吸収不良を伴う場合は、ビタミン E の筋肉注射であり、 吸収不良ではない場合は、蛍光大量投与で、神経症状の軽度の改善や、進行の停止が期待できる。過剰に摂取した場合、骨が減って、脆くなる骨粗鬆症になる恐れが高まるとの、動物実験の結果が報告されている。使用性のため体内に蓄積しやすいことからも、過剰摂取は進められない。放射線の照射により赤血球の溶血反応が、 発生するが、これは放射線による活性酸素の生成により脂質加酸化反応による膜の破壊によるものである。ラットを使った研究では、ビタミン E の投与により、放射線による赤血球の溶血や細胞小器官で、あるミトコンドリア、ミクロゾーム、リボゾームの脂質加酸化反応が顕著に抑制された。SOD も同様の効果を示した。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。